だからここがいいって言ったでしょ、うん、ここの正面でもね海鮮丼やってんだよ。やってたね、うん、全然知らなかったけど、でも美味しくないっていうかさ、美味しく糸魚川から直送してる魚らしいよ。けど美味しくないんだ、うん、いや美味しくないってことはないけど、しょぼいの、うん、しょぼいんだよ。へ、1000円だからな。うなぎが安かったよ。え、うなぎもあったの。あったよ。2600円が1600円って言ってたよ。向こうの道の駅は手が込むけど、こっちはカラカラしてるね。あったって言ったら3000円、細かいのあるかな。ただあっちの人混みもあんまり好きじゃない。3000円なんてこと、今1000冊やっと1枚あったのないんじゃない。あった、あった。あるんだよ、こっちに。水風洞に。じゃあこれ左から行くか。陽光市街、600円近く取られるんだよ、振り込み料。たった3000円のお金に。そんなかかんない。そんなかかんないけどね。そんなんだったらさ、自分で払った方が安いじゃん。どうせ墓参り来てんだもん。おい、おならで返事するんじゃねえって。だってくどく言うんだもん。だってわかんない、その理屈が。わかるわかる。くさい。やめろ。おなら親子でやなもん。おい、つとむさん。いや、返事ぐらいした方がいいと思うよ。自分の家のことなのにさ、ねえ、ほら道こんな赤いんだよ。知ってるよ。ひどいと思わない？こんな赤いんかな。まあ、お腹すきにしたら。そうかね、よかったね。あそこで、あの道の駅あらい見て分かったけど、俺はもうね、絶対渋滞すると思う。先に行くんすか？また帰ってこなきゃならないんだよ。何？でも、縄伊勢行くんでしょ？通り道じゃないのか。え、そんな、渋滞するんでしょ、そこ。さ、切った方がいい。墓参り先やってやるのか、ね、え、どっちなの？墓参り先行くの？じゃあ渋滞、じゃあ混んでもいいんだね。墓参り、そうそう、どうぞ。別にいいけど、あの混むことに避けてるようだから。いや、さ、車全然走ってないんだけど、どうなってんの、笑い。でもなんであそこ道の駅すごいんでしょ。ごめん、めちゃくちゃできてるじゃん。そうは言っても道の駅すごかった。Thank you.
ーとかは無理だな。こういう旅をするたびに思うけど。絶対ツアーとかそういうのは無理。だったら自分で行くよ。いや絶対やだな。いやだ。あ近いじゃん。でもささっと行った方がいい。元っぽだよ。うんささっと行った方がいい。すごい人混むと思う。ほら貸して、私持ってるから、邪魔だって。うん。